ヌビレット様の質問に対し、私は公爵が自ら出向くとは限らないから友好的になったとは言えない、そう申し上げたんだ。その通り。彼らにインタビューできる時間は一分たりとも無駄にできないわ。善は急げって言うし、私たちはお先に失礼させてもらうわね。じゃあ気をつけて。何か面白いニュースでもあったらまた帰ってきて聞かせてよね。お礼に美味しいアフタヌーンティーでもてなすから。メロピデ要塞の状況が気になるのか。まあね、リオセスリったら前にわざわざ水の下まで行ってパパの事件について聞いたのに、堂々巡りで結局何も教えてくれなかった。代わりにお茶をご馳走になったんだったか。ティーポット2つ分もいただいちゃった。お茶の味は確かに悪くなかったけどね。私もあそこのお茶は悪くないと思ってる。あ、そういえば今日一緒にお茶でもどう？どうせ暇でしょ。バタービスケットも欲しい。注文までしてくれちゃって。たく、まあいいでしょ。うん。スネージビッチさんはどんな味のビスケットがお好きなの？私ですか？どんな味でも、もしチョコレート味があればなお嬉しいですが。了解、任せて。スネージビッチさん、後ほど今日新しく届けていただいた物資の確認作業を手伝おう。それで今日中に準備が終わるはずだ。それはありがたい、助かります。あれ、リップ変えた？うん、この間シグウィンさんにプレゼントしてもらったんだ。試してみるか？この色ならあなたにも似合いそうだ。懐かしい感じがするぜ。あんたらにとってもここは忘れられない場所らしいな。公爵、入り口まで出てきてるなんて。ひひ、オイラたちを迎えに来てくれたのか。ああ、あんたら二人と看護師長が紹介してくれたシャルロットさんをお迎えに来たんだ。フォンテーヌの噂に聞くばかりのあの公爵様にやっとお目にかかれるなんて。メロピデ要塞を訪問してのインタビューを受け入れてくださって本当にありがとうございます。どういたしまして。ただしインタビューの主な対象は俺じゃない。交わした約束を覚えているかい？あ、それはもちろんです。さあこちらへ。写真撮影は終わりましたから、そんなに緊張しなくていいですよ。シャルロットさん、今の写真が本当にスチームバード新聞の一面に載るのですか？あるいはルールビーはジュリエと並んで新聞に載せられるのが嫌なのかも。そんなわけがないでしょう。ほう、そうやってきっぱり否定する様子から見ると今回のインタビューにはかなり期待してるのかい？違います。僕はただインタビューなんて初めてですから、わざわざ僕にインタビューしに来てくれたスチームバード新聞にありがたい気持ちで。そうは見えないかもしれませんが、私はエドウィンさんにも一度お会いしたことがあるんですよ。でもここだけの話、あなたとおしゃべりする方が私は好きです。あなたは彼よりもさらに素晴らしいテンポの才をお持ちでいらっしゃると思います。奇跡
器を運ぶ船舶、世の人を救う箱舟、あなたはまさに伝説に出てくる使者のように神話を再現なさったんですから。ですが、その空飛ぶ船は今どこにあるんでしょうか？シャルロットのやつ、またスクープを狙ってるな。大変申し訳ないが、あの船は今工場の奥にあるんだ。撮影のご案内はちょっと難しそうだな。そうなのですか？では、その穴埋めといってはなんですが、あなたにインタビューしても？答えはあんたもよくご存知だろう。俺なんかより看護師長をインタビューするか、あるいはこちらの天才研究員コンビの写真をもっと撮った方がいい。どうしてコンビの写真って強調なさるんですか？ではでは、一人ずつ2回撮らせていただくということで。僕の髪がおかしくないか、ちょっと見てくれないか？メロピデ要塞にもこんなに賑やかな日があるなんてな。って待てよ、よく考えてみたら前にも賑やかな時があったよな。あらら、みんな揃ってね。うちが作った新しい飲み物を飲んでみない？あ、看護師長。あの、シャルロットさん、どうぞメロピデ要塞の看護師長の素敵な写真も撮って差し上げてください。ああ、もちろん。シグミンさん、私についてきていただけますか？人が少なくて明るい場所がいいので。ん？あ、わかった。写真を撮るときは笑った方がいいの？それでここ最近メロピデ要塞はどうだったんだよ？見ての通り相変わらずさ。フォンテーヌで起きた変動はここにまでは大した影響は与えなかった。あの空飛ぶ船以外はですけどね。あれは目立ちすぎるのでみんなが気になってるみたいで。インタビューを受け入れたのもそのためさ。舞台裏の英雄にこそ世論のスポットライトは当てられるべきだ。そう思わないかい、ジュリエ、ルールビー。身に余るお言葉です。公爵も適度に表に出られた方がいいと思いますが、あなたはそれを嫌がりますから。スポットライトはやっぱりあんたらとこの二人の功労者に譲るよ。なるほど、あの日それだけのことが起きていたのか。あの執行官についてだが、あんたらも覚えてるだろう。彼の三人の子分が未だに奴の帰りを待っている。本当に一途だな。彼らにはいい知らせと悪い知らせがあると伝えよう。いい知らせは、彼らの兄貴がさほど多くの危険には遭遇していなかったこと。そして悪い知らせは、脱獄の手助けをしたってことなら刑期が伸びるってことだな。それでお前の方はどうだ？変わりはないのか？変わりようがないだろう。メロピデ要塞はこれからも同じように稼働し続けるだろうし、ここにいる俺の責任も変わりはしないさ。フリーナ様が去ったことが何を意味するのか、果たしてフォンテーヌの制度はこれから変わるのか、そういった問題は水の上の人たちに悩んでもらおう。皆さん、こちらの撮影は終わりました。よし、じゃあ今日のインタビューはこれでお開きにしよう。ご協力どうもありがとうございました。旅人、帰りましょう。またお邪魔させてもらいますね。また？ええ、もしかしたら水中工場の記事を書くことになるかもしれませんので、その時はまたよろしくお願いします。よし、最後の目的地は不当よ。実はうちもシャルロットさんが撮った公爵の写真が見たいんだけど、
そんな必要あるかい？俺たちの業務に写真が必要な場面なんかほとんどないだろう。必要ないからこそ記念としての価値があるのよ。でもその表情から見るにまんざらでもなさそうね。俺は写真に写らなくてよかったって表情かもな。インタビューも順調だった。ルールビーさんとジリエさんが人々の興味津々な視線を遮る盾になってくれてよかったのよ。祝福しよう、若者二人の明るい前途をな。インタビューの時のメモだ。空飛ぶ船が今後いろんな場面で使われるかもしれないってことも書かれてるよ。それについてどう考えてるかって記者の人に聞かれたけど、どうって聞かれてもそんなの知るわけないだろ。飛行船はただの飛行船さ。それを使って朗報を広めるだの、結婚式に使うだの、知ったこっちゃない。結婚？なんでそんな顔でこっちを見るんだ。空飛ぶ船を結婚式に使えるんですか？僕じゃなくてあの記者さんが言ったんだよ。それと僕たちに何の関係があるんだ。確かに私たちに何の関係があるんでしょう。ナビアが教えてくれたの。リネさんたちとは手を組んだ時以来連絡を取り続けてるらしいわ。で、最近あの子たちは不当のあたりで不思議なポケットを配ってるって。旅人パイモン、それにシャルロットさん、マジックポケットはいかが？それって何かすごいものなの？物を運ぶ時に使える便利なポケット。海水の水位は戻ったけど、まだ至る所の水たまりに物が浮かんでる。このポケットを使えば運ぶことができるし、お友達に運んでもらうこともできるから。友達に運んでもらうって一体？フレミネみたいな友達がいれば力を貸してもらえる。そうでしょ、フレミネ。友達を作るのを手伝ってくれるってこういうことだったのか。なかなかいいアイディアね。もしよかったら連絡先を教えてもらえる？あ、わかった。僕の住所を教える。リネット、フレミネに人と交流してもらうために頑張ってるんだな。フレミネの方からもっと友達を作って人と交流したいって言い出したのよ。それにマジックショーのアシスタントもやってみたいって。ああ、まずはショーのアシスタントとしてペールスにも出てもらって、その後フレミニにも加わってもらおうと思ってるんだ。今後水中脱出は大方フレミニに任せられそうかな。潜水士の水中脱出を見たいと思う人はいるかしら。まあきっとうまくいくさ。何事もまずは初めの一歩から。そのうちフレミネも僕たちのマジックショーの一員になるだろう。リネット、ちょっといい？シャルロットさんが僕たちの写真を撮ってくれるって。今行く。シャルロットさんは本当によく気がつく人だね。僕が話したいことがあるのを読んで
場を用意してくれるなんて。それで旅人、最近どうだい？お父様から聞いたけど、ここ最近君たちには大いに世話になったそうだね。君たちがフォンテーヌのために力を貸してくれたことに感謝してたよ。大したことじゃないで。フォンテーヌにはオイラたちの知り合いもいっぱいいるしな。そういえば召使いは今どうしてるんだ？ああ、まだ知らなかったんだね。実はそう、フリーナ様が去った後、お父様とヌビレット様との間で話し合いが行われてね。結局フォンテーヌの神の心は外交的贈与としてお父様に授けられたんだ。外交的贈与？神の心を召使いにあげたってことか？ああ、僕も最初はすごく驚いたけど、よく考えてみたら叱るべき理由がいろいろあるってことに気づいたのさ。例えば例の孔子様の一件で誤った判決を下したことへのお詫び、それから孔子様が原始大会の中で鈍性のクジラを阻止してくれたことへのお礼。それだけじゃなくて、以前からお父様はフォンテーヌの機関やポア村長のことをいろいろと手伝ってたからね。それにしたっていくらなんでも、だって神の心なんだぞ。なんだか軽く扱いすぎじゃないか？それもそうかもね。ただヌビレット様はこの件に対して明らかな態度の変化があったって噂だよ。え？じゃああいつしか知らない理由でもあるのか？さあ、それはご本人に聞いてみるしかなさそうだね。あ、前にメロピデ要塞の入り口付近で散歩中のヌビレット様を見かけたよ。あいつってすごく忙しいんじゃないのか？そんな暇があるなんて意外だな。でも神の心は召使いにやったんだろ？じゃあタルタリアはどうなるんだ？聞いた話だけど、孔子様はすでにスネージナヤに戻って療養してるそうだ。前回の災いが起こった時、彼は生死の境をさまよってたからね。そうそう、今までファドゥイとの間じゃいざこざがたくさんあったけど、まさか今回はファデュイと味方になるなんてな。立場が変わっただけのこと、それほど驚くことがあるかな。うわぁ、誰だ？お父様。子供たちの様子を見に不当に来たんだが、旅人にも会えるとは。フォンテーヌでの私の成果についてはあまり気にしないでくれたまえ。それは必然の結果とも言えるのだから。その、お前は神の心をスネージナヤに持ち帰るのか？これはもとより我々執行官の責務だ。立場にこだわる必要などない。ファデュイが目指すゴールはある場所や個人ではなく、この世そのもの。これほど壮大なゴールを掲げる我々としては複数の顔を持たないことの方が難しいだろう。そしてまさにこの私も様々な顔を見せ続けてきた。それは未来の多種多様な可能性によって決まる。私は誰かに長いスパンでの約束を言い渡されたとしても信頼しないし、自らもそんな約束はしない。一時にとどまるのみの真摯さは本当の真摯さとは言えないからね。また次に手を取り合える日を楽しみにしていよう。善行は一人では成し遂げられないからね。それに君たちは実に優秀な協力者だった。神の目？了解した。孔子のため大切に預かってくれていたんだね。ありがとう。こっちは終わっ、うん、まさか。こんにちは、記者のお嬢さん。こんにちは。私の記憶が間違ってなければ
あなたのお写真を撮らせていただくためには、確か外務省に届ける必要がありますよね。おっしゃる通り、残念ながら君の取材には応じることができない。代わりと言ってはなんだが、この子たちの魔術師としての、そして未来の新生魔術師としての一面をたっぷり書いていただければ嬉しい限りだ。はい、お任せください。実に気持ちいい海風だ。天気がいいうちに散歩の続きでもするとしよう。では失礼する。お父様、それではまた。あの方すごい威圧感だったね。シャッターを押す勇気すら出なかった。まあ幸い取材はほぼ終わったし、これだけの材料があれば記事を書くには十分かな。本当にありがとね。そう固くならないで。そうだ、お別れの前にマジックポケットをもらってくれるかな。旅人とパイモンも一つずつどうぞ。物を運ぶためのポケットだっけか。そうだよ、確か君たちに初めて会った時も僕たちはマジックポケットを配ってたね。そして今偶然にも同じことをやってる。いろんなことが起きたけど、ポケットはあの時と全く変わっていない。これこそが人生ってやつなのかな。人生の道で遭遇する全ての出会いは縁に導かれた結果なんだね。よし、また他のエリアでもポケットを配らないとだから、お先に失礼するね。旅人、パイモン、いい一日を。シャルロットも見送り終わったし、ナビレットの様子を見に行こうぜ。あいつオイラたちと話をする暇がないくらい忙しかったりしないといいんだけど。やっぱり。ああ、
君たちはリネ君に会ってきたのか。そういえば前に彼がここを通りかかって挨拶してくれた。ちょうどよかった。君たちに説明が間に合わなかった部分についてきちんと答えると約束していただろう。いいタイミングを探っていたところだ。覚えてくれてたのか。事後処理で忙しいはずなのにオイラたちにまで気を回してくれてたなんて。じゃあ早速だけど、フォンテーヌが一体どうやって救われたのか教えてくれよ。オイラにとっちゃ未だに謎だらけだぞ。多くの物事は語ろうとするとかえって戸惑いを感じてしまうものだな。はあ、それが事の真相なのか。フォカロルスが水神のカムクラを壊したことで力を返してもらったお前が完全な状態の水元素の竜王になった。でもまだ謎が残ってるぞ。お前は具体的にどうやってフォンテーヌの人が溶けるのを防いだんだ。私にとって古竜の体験とは水元素を掌握する絶対的な力のことを意味している。フォンテーヌの人類は最初エゲリアが大海の力を利用して作った不完全な人類であり、つまりは擬態にも似たような形態だった。しかしフォンテーヌ人の体内に大海のエネルギーが存在する限り、私は古竜の権能を駆使しこの星で最初の命が育まれた時の過程を真似て彼らに真の血液を与えることができる。つまり私が判決を下したその瞬間、フォンテーヌ人は真の人類となり二度と原始大海の水に溶けることはなくなったのだ。フォカロルスはそこまで計算してたのかよ。それこそが予言が実現したと見せかけると同時に全ての人を救える鍵だったんだろうな。だな。ある意味フォカロルスはこの方法で純粋精霊を人類に変えてあげたいっていう初代水神の願いも叶えてやったってことか。その表情から察するに、どうやら他にも聞きたいことがあるようだ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。タルタリア殿の一件について多方面から調べていたのだが、その結果ある事実に行き当たった。彼は幼い頃未知なる深淵に落ちたことがあり、その際偶然にも鈍性のクジラを呼び覚ましてしまったのだ。しかしだからといってタルタリア殿を災難の根源だと断定するのは理にかなっていないし情に欠けた判断だ。せいぜい責任の一端はあるという程度だろう。あの審判で有識が下した判決についてだが、一部の責任に基づく判決だったのか、あるいは彼が鈍性のクジラと牽制し合えると予測したホカロルスは彼にフォンテーヌの身代わりとなって時間を稼いでもらう算段だったのか知る由もない。なんだかんだ言ってフォカロルスはフォンテーヌ人のことを思ってたんだな。最終的にフォンテーヌ人が本当の人類になれたのもあいつのおかげだし。あ、ふと思ったんだけど、フォンテーヌ人が本当の人類になる前ってあいつらから生まれた子供も純粋精霊が変わったやつだったのか。命はもとより水のように絶えず循環するもの。フォンテーヌ人がよくここルキナの泉を訪れ子宝祈願をすることは覚えているか。覚えてるぜ。ここはフォンテーヌの全ての水が交わる場所だってリネットが言ってたぞ。その子宝祈願が実は単なる風習ではなくある種の儀式であったことは当の夫婦たちも知らなかった。祝福を受けた泉の中の純粋精霊たちが数ヶ月後本当に新たなフォンテーヌ人として生まれてくることをね。もう大体分かった気がするぞ。今となってはもういらなくなったけど
あれは風習として受け継がれてきた儀式だったってことだな。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。そういえばリオセスリからフリーナがどっか行っちゃったって聞いたけど、どういうことなんだ？フリーナについては、民衆に知られているのは彼女の処刑が実際には執行されなかったことのみ。水神の位を降りた彼女は、その肩書きに関わる事務的な仕事を私に引き継ぎ、歌劇場を離れた。私はホカロルスの最後の言葉を忠実かつ完全に彼女に伝えた。それを聞いたフリーナは悲しい表情もほっとした表情も見せなかった。彼女はただ疲れたから休むとだけ口にした。そして荷物をまとめ、引っ越しをする一般人のように歌劇場を去ったのだ。フリーナ、それであいつが住める場所はあるのか？そこは安心していい。彼女の衣食住についてはこちらでしっかり手配する予定だ。正直なところ、私は心の片隅では彼女のために喜んでいる。彼女の中に積み重なってきた精神的な傷が癒えるまでには時間がかかるだろうがね。だが彼女はもう水神ホカロルスを演じる必要がなくなった。これからは全ての荷を下ろし普通の暮らしをしていけるだろう。お前は水流の全ての力を手に入れたわけだろ。これからどうするつもりなんだよ。ホカロルスの聖家と共に輸出最低カーディナルも止まった。これは審判に直接的な影響を与えることだ。慎重に考えた結果、審判におけるその役割は私が代わりに担うことにした。これからは私自ら審判を下す。やっぱりお前は完全に最高審判官の立場から物事を考えてるんだな。元素流として私にはまだ成し遂げられていないことが数多くある。しかしこの力、そしてこの責任はある意味では与えられたものだ。だから他の責任を果たす以前に、私はまず最高審判官として引き続きフォンテーヌに貢献していかなければならない。それらの責任は今後私の生活の中で共存していくだろう。それから水神が去ったことによって生じるもう一つの問題は、歌劇場から立証混合エネルギーが発生しなくなってしまったことだ。そっか、確かそのエネルギーって水神に対する人々の信仰心から作られるんだったよな。でも町にある機械はみんなちゃんと動いてるぞ。一体どこからエネルギーをもらってるんだ？今の私はプネウムシアを完全にコントロールできるようになった。このエネルギーは代替エネルギーとして何ら遜色がない。これは私がしばらくフォンテーヌを離れられない理由でもある。おお、古竜の力ってめちゃくちゃ便利だな。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。あ、そうだ、神の心を外交的な贈与として召使いにやったって聞いたぞ。あの二人の執行官は今回の災難で確かに大いに貢献してくれた。彼ら自身がそうしたかったからという個人的な部分は置いておくとして、パデュイがフォンテーヌにいる目的は表向きにはただ一つ、神の心のためだ。輸出最低カーディナルが止まり、水神のカムクラさえなくなった今、私も神の心の力を必要としなくなった。フォンテーヌにとって神の心は完全に意味を失ったものだ。もしファデュイの目的がそう単純なものでないなら、これを機に彼らの要求に応えてしまえば諸々の無駄な手間が省けるだろう。なんだか複雑な考え方だな。オイラはてっきり単に召使いへのお礼とタルタリアへの謝罪ってことであげたんだと思ってたぜ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。君たちはもうじきナタへ行くのか？ガイドの才能は全くないが、
私の知っている範囲のことならば知恵を授けよう。私の知る限り、ナタは竜の国だ。竜の国？お前みたいな竜のことか？いや、私がナタで歓迎されるようなことはないと思うがね。私のような古竜とは違って、おそらくナタの竜は長い変遷と進化を経て、今やその大勢が人類と共存している。そこは戦争の国でもあり、大地には終わりなき戦火が延々と広がっている。それからもう一つ、君たちにとって役に立ちそうな情報がある。召使いとの談判で思いもよらず知ったことだが、隊長という名のファトゥスがすでにその終わりなき戦争に加わっているとのことだ。隊長、なんだか手強そうな響きだぜ。本当にどこに行ってもあいつらファトゥスの活躍が見られるんだな。万全の準備をした上でナタに行くことをお勧めする。それまでは心ゆくまでフォンテーヌに滞在してくれていい。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。あ、ちょっと待ってくれ。神の心についてもう一つ聞きたいことがあるんだ。この前リネはお前が神の心を渡すことについて明らかな態度の変化があったって言ってたんだけど、お前しか知らない理由でもあるんじゃないかってオイラたちは推測してたんだぞ。ふむ、ハウス・オブ・ハースがファディの情報機関を務めているのもうなずける。実に鋭い観察だ。その質問についてはちょうど君たちに共有しておきたいことがある。え？まだあるのか？あの日君たちを原始大会から陸地へ送り返した後、私はスカークと名乗るあの人物とこのような会話をした。じゃあオイラたちは先に上がってるから、お前も早く上がってこいよ、ヌビレット。うわ！さてよし、同性のクジラはもういない。邪魔はなくなったな。お前の力に含まれた成分もやっと嗅ぎ分けられるようになったぞ。この星の最初の古竜の剣能、そこに神の呪いにも似たものが加わっている。とても新鮮だ。うむ、一体何だったか記憶にはあるはずなんだが。何を言っているか全く理解できないのだが。ああ、思い出した。なんだ、答えは簡単なことやもしれん。さてはお前、第三降臨者の遺骨を持っているな。遺骨？そんなもの聞いたこともないが。ふむ、お前たちのよく使う言葉で言うなら確か神の心と言ったか。確かに、ホカロルスの神格が消え去った後、神の心は私に預けられた。しかし君が今言ったことについては間違いなく初耳だ。私は幼い頃から師匠について武術を学び、地上に戻ったことがなくてな。触れる情報はほとんどが極悪鬼によるものだった。だからかもしれん。元より人類の上位にある存在だから、彼の常識も当然人とは異なる。そのせいか、私たちと人類との交流にはいつも多くのズレが生じるんだ。そのことはともかく、不吉なものは災いが起こる前に消した方がいい。人が生きることは本来であれば祝福されるべきことだ。しかし死んでしまえば、本人とこの世の間にあった無数の関わりはやがて呪いとなり果てる。何が言いたい？そう身構えないでくれ。ただ個人的な感想を言ったまでだ。これは
私が地上に戻りたくなかった理由でもあるがな。君の言う第三降臨者とは一体誰のことだ。またそれはいつ死んだのだ。師匠は私に何も教えてくれなかった。おそらく私にとって大して重要なことではなかったからだろう。だが興味があるというなら今度師匠に聞いてこよう。今度また会えるのか。うむ。ああそういえば私には弟子が一人いてな。何かあればあいつに伝えさせよう。ここまでが私が彼女から聞いた話だ。役に立つかどうかは分からぬが、まずは君たちに伝えておきたいと思ったのだ。第三降臨者の遺骨？神の心がそうなのか？シェスの駒みたいな形ってイメージだったけど、あれは遺骨だったってことか？彼女の話が誤解や変わった比喩でもない限りは。で、不吉で手放した方がいいってあいつに言われたから、お前はファデュイにやったのかよ。もしスカーク殿の話が本当ならば、それがフォンテーヌにある限り危険の種となりうるだろう。降臨者という概念を認識しているだろうとは思っていたが、君自身が降臨者であるとは予想だにしなかった。となると元素に対する極めて高い適応力を持ち、ひいては元素力を増幅することさえできる神の心の力は第三降臨者に由来するわけか。君も似たような性質を持っているのか。そうだな。神の目を持ってないのに元素力を操れる能力とかか？これも特別な適応力って言えるかな？いやいや、とりあえずは余計なことを考えないでおこうぜ。だってなんだかすごく変な感じだぞ。死んだ第三降臨者と旅人を比べるだなんて。そりゃそうだけど、やっぱりすごく不吉だぞ。タルタリアが回復してきたらあいつを問い詰めようぜ。一体どういうことなのか、あいつから師匠にちゃんと聞いてもらわないとな。同感だ。情報が揃っていない状況で根拠のない推測をするのはあまり賢明なやり方ではない。法廷と同じでね。これで予言にあったフォンテーヌの危機もやっと一段落ってとこだな。そうだな。ホカロルスの努力も全てはこの時のためだった。だけど神として自分を犠牲にして、人間としては500年も辛い思いをしながら生きてきて、それって本当にあいつが望んだことだったのかな。神の願いというのはそもそも不思議な謎なのかもしれない。私には無理だ。ただ時々こんな想像をしてみることがある。もし願いが空の雲だとすれば、それはいつの日か雨となって大地に降り注ぐのだろう。命は水のように絶えず循環し、雨は最終的な答えを与える。水は傾くことがあるが、雨はどこまでも平等に降るのだ。君や私、あの人が浴びる雨に果たして何の違いがあろうか。表情から察するに、どうやら他にも聞きたいことがあるようだ。
遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。万全の準備をした上で灘に行くことをお勧めする。それまでは心ゆくまでフォンテーヌに滞在してくれていい。